こんにちは。天使のピエノにいるニートちゃんです。ホストないんですよ。お兄ちゃんがホストなんですよ。お兄ちゃんがホストで、お兄ちゃんの話聞いてる限り、なんかホストさん怖いんじゃないかなみたいな。でもすごい楽しそうなんで、なんかどんな世界なんだろうってちょっと気になったりはしてますね。あ、そうですね。結構仲いいね。お兄ちゃんとTikTok してるんですけど、なんかバズり、最初バズりたすぎて、お互いに兄弟でやるってなったら多分バズんないってなって、カップルで動画を投稿したらめちゃめちゃ炎上しちゃって、そうですね、そういうなんか裏っぽいとこしか逆に見てないので、キラキラしてるホストさんを見てみたいですね。はい、お願いします。僕あんまり気使わないようにしてますね。そもそもなんか自分が気使ったら相手も気使うのかなと思ってたんで、指名もらってからも気使いたくない、あんまり自分買いたくないなと思ってるんで、あんまりそうする気使わないようにだけしてます。僕はすか LINE 交換しないですね、あんまり。僕多分変わってると思うんですけど、逆に印象残るのかなっていう。でその分自分に勝つ入れてるってあるんですけど、ケツ叩いて送り選んでもらえるようにみたいな感じで意識してます。失礼します。失礼します。失礼して人生って言います。失礼します。失礼します。よいしょ。よくホストクラブ行くのあんまし初めてなんですよ。初めてなんや。初めて。緊張する？めちゃめちゃ緊張してます。してるんだ。すごいキラキラしてる。今一人で来たね。普通にちょっと気になってて。あ、なるほどね。はい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 。ノリで行っちゃおうみたいな。どんな人がタイプですか？顔は。どんな人がタイプ？面白い人が好き。面白い人だ。あとお兄ちゃんみたいな人だけ。お兄ちゃん、年上みたいな。年上。年下大丈夫。年下は、恋愛対象にならないけど、友達なら OK。これでも中身じゃない、結局年齢って。確かに。そうだよね。LINE は交換する人ですか？まあ初めてだからあんまわかんない。LINEって交換できるんですか？そう、なんかする人となんか送りだけみたいな。最後選ぶんだけど、たくさんの人もいるんだけど。そうなんだ。そう。いつもすぐ抜けちゃう、もう呼ばれたら。そうなんだ。あんまこう長居しない。粘んない。粘んない。あんま粘んない。すごい。粘んないといけないけど粘んない。あー、ラブだ。なんか割とあっさりしてる。逆にでも追いかけたくなっちゃう。逆にね。じゃあ、おきりの時にじゃあ交換します。ごちそうさまです。ありがとう。ありがとうございます。話しやすいなって感じしましたね。ホスト初めてって言ってたんですけど、割とこう、まあ、緊張はしてたと思うんですけど、そんな話しづらいなっていう感じはなかったですね。そうですね、僕あんま女の子楽しませるっていうよりかもう自分が一番楽しんじゃうっていうタイプなんで、それを見てればもう勝手に楽しいでしょって思っちゃってるんで、そうですね、まあ自分は楽しかったですね、全然。はい、LINE交換しないですね。マジでめったに交換しないですね。あんま携帯そもそも持ってないこと多かったりとか、まあ、たまにあるんで、もう見れないというかベロベロでみたいなあるんで、そうする今回もしなかったです。何話そうとか決めてつくわけでもなくて、なんかまあでも5分くらいじゃないですか初回って。とりあえず印象残そうと思ってベラベラ喋ってますね。考えて言ったことが思ってない返事来ちゃうと、多分そこでちょっとなんかちょっと詰まっちゃうっていうか、なんで考えないでついて、まあその時思ったこと言って、であとはもうひたすら喋ったり、まあ、あの相手があんまり喋ってほしくなさそうなタイプだったら今聞いたりだとか、その時の感じに合わせてみたいな感じですか。いいですか、ご視聴いただいて。いただきます。よいしょ。ズドン、みなちゃんです。お願いします。みなちゃん。みなとんです。みなみなとっていうの。もともとはみなとって名前だけだったんだけど、なんか覚えてもらいやすいようにちょっとキャッチーな感じにしようと思って。すごい構成が港っぽい。あ、本当わかる？わかる。口の匂いかもしれない。昨日うんこ食べたから。なんで喜んでんの？大丈夫。うんこまずい。まあいいか、いただきます。ホストさんってうんこ
でも女の子って難しい。なんか年齢下に言うと、うん、私ってそんな子供っぽいっていう人もいるし、上言うと私そんな受けてるって言われることもあるし、この前初回時点当てたのよ。そしたらめっちゃ俺が滑ったみたいな感じなんだよ。なんか正解みたいな。結局聞かれた時に何言ってももう正解がないみたいな感じになっちゃうから。確かに。でも全然どう思われても大丈夫。非公開なんで。あ、そうなんだ。よかった、どう思われても大丈夫って言うから俺もう脈なしなのかと思って。あ、違う違う違う。お兄ちゃんの話聞いてる限りなんかお父さん怖いんじゃないかなみたいな。でもすごい楽しそうなんで、なんかどんな世界なんだろうってちょっと気になったりはしてます。もう別にみんなみなさんに何て思われてもいいよみたいな。まだ次に3件ぐらいしか撮ってないみたいな。うん、3回撮ったら。え、どういうイメージある？でもお兄ちゃんのホスト姿しか見たことがないので。あ、お兄さんもホストやってるんだ、はい、この町で。あ、この町で。へえ。ホスト行ってことは知ってんの、ニートちゃんが。あ、今ですか。あ、知ってます知ってます。なんか担当に合わせとか言われないの？え、初めてなんですけど、ここが今は。そう、でもこの人のこと伝えてます、お兄ちゃんに。へえ。したらお兄ちゃんなんて言ってた？おお、気をつけろよって言って。気をつけ、ね、落ち着きがすごい、ね、気をつけてね。まあ、自分も同じ仕事やってるから偏見がないのかも。あ、なんか思ったより喋れなかったなっていう感じですかね。なんかああいうツインテールしてて、なんかちょっとロリロリな子っていうのがなんか僕あんま指名もらうことがなくて、そうっすね、あんまりうまくいけなかったなってちょっと反省してますね。まあその女の子のこと知れた方が今後につながるかなって思うんで、まあその時選ばれることを意識するっていうよりは、そういうなんか連絡取り合いたいなとか、また会いたいなって思えるようなのは心がけてますね。なんかその結局自分の好きなことの方がやっぱ人間って話したくなると思うから、やっぱそういう好きな話とかをこう聞き出せたらいいかなっていうのは意識してて、その次にまた会いたくなるようなのが一番大事かなって僕は思いながら、いつも初めましての女の子がついてます。はじめまして。どうも、ちょっと声仕上がっちゃってるんですけど、本当にすごい。どうも、はじめまして、リクトです。あ、リクトさん。はい。でも話したいなと思ってた、パッて見た時から。絶対嘘。なんか俺かなと思って。すごい、なんかホストっぽい。違う、俺かなって、本当に直感直感。絶対仲良くなれます。なんか言わないと叶わないってあると思うんで、僕言ってくようにしてるんですよ。すごい。自分がこうなりたいように。なんか占いとか信じるタイプです。あ、僕ですか。いや、信じないですね。あ、逆に。はい、お化けは信じますか。お化けは信じる。お化けは信じる。僕、その心霊体験したことがあるんで。はい、でも話すと長くなっちゃうから、それ後で話しますね。なんか好きなものとかあるの？好きなもの？趣味でもいいですね、なんでも。なんか、知りたいなと思って。趣味？まずは最近は、うん、配信。配信。お金は二の次。はい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 。もう、喋ってる、ずっと。面と向かって喋ることをしなかったんで。あ、今までですか？あ、そうです、そうです。へー。1年間。僕なんかタイプとか聞いてから、あ、それ俺だとかって言いたくないんで、僕はなんかこういう人だよっていうのを知ってもらえたらなって。なるほど。だからあの、教えてほしいですね、ニートちゃんのことも。あ、いいですか、じゃあ何聞いても。はい、お願いします。ちょっとあの、心霊体験の話もちょっとしたかったんで。ぜひ。ありがとうございます。じゃあ、後でちょっと送ります。ぜひ。いや、めちゃめちゃ喋りやすかったっすね。やっぱなんか配信とかもやってらっしゃるって言ってたんで、やっぱその分なんだろう、こうラリーがうまいなと思いました。まあなんか引き出すってよりは自分のアピールはしてきました。自分のアピールだけ置いて、自分はこういう人ですっていうのをこうアピールできたかなと思うんで、それが刺さってくれたら嬉しいなっていう。自分が楽しむことですかね。なんか自分が楽しかったらもう女の子も楽しくなるからみたいなっていうのが多分一番考えてますね。なんだろう、そのまあ初めましての女の子じゃないですか、初回とかって。その女の子との共通の趣味があったりすると楽しくなってきますね、だんだん。なんか最初全然リアクション薄かったけど、あ、なんかめっちゃ話すようになってくれたなみたいなっていう瞬間もあります。失礼します。いいですか、ご一緒しても。はじめまして、プレイボーイって言います。プレイボーイって言うんです、僕。すごい。はい。酒結構飲むの？酒はプライベートではあんまり飲まないです。あ、なるほどね。仕事とかであんま飲まなきゃダメ。プライベートはビールしか飲まない。ビール飲むんかい。しかも結構ジジイやな、ビール。なんかめっちゃ甘いお酒好きそうや。テキーラとかもあんま飲まない。
キーラより、あ、でもココボムの方が好きです。あーそっちは甘いんかい。そっちは甘い方なんかい。なるほどね。俺テキーラめっちゃ飲むから。テキーラ痛くないですか、僕が。だからこの声になってる。あ飲みすぎて。なんかフリーリズムの人って、うん、酒系の方が多い。多いね、結構多い。そう、そん中でも結構トップクラスで。でも今日今調子いいもん。あそう、もっとやばい時、本当にじゃないかな。逆に酒系の方が、うん、なんかホスト感出ていいと思う。まあそうよね。写真指名とかってあるんだけど、それで顔写真だけで選ばれてこの顔がつくじゃん。この声想像しないじゃん。まさかこの顔でこの声出るじゃん。ねえ、ついた瞬間に5分ぐらいずっと女の子笑ってたりするから。あ確かに。何喋っても声がおもろすぎてね、顔と声合わないみたいな。てか面白い人好きなんだよね。あそう、面白い人好きだよね、うん、俺めっちゃおもろいから一発ギャグ見して、でおもろかったら送りにして、おー、オッケー、渾身のやついく。渾身のやつ、うん、いくよ。ここ、ここ、ここ、ここ関節大集合。よいしょ、どうですか。え、なんかさっきのホストクラブめっちゃおもろいなと思った。思ったよね。今のやちょっと慣れたわ、もしごめんなよ。ごめんね。ないわ。ちょっと、逃げます。いやなんか最初は良かったんですけど、最後をやらかしましたね、完全に。まあ残ったは残ったかもしれないですけど、送りではないと思います、多分。多分。最後の最後で、なんか渾身のギャグみたいな感じで、おもんないギャグなんかで終わっちゃってたんで、ちょっとこういう悲しい気持ちで終わりたくないんで、ちょっとカイトさん、送りにしてみて、今後のホスクラ人生決めたいと思います。俺ですか、送り。いや、合ってる。うん、合ってるんだけど、うん、最後の最後で、うん、さっきまでめっちゃ楽しかった。あ、最初はね、そうだよね。そう、うん、さっきのでちょっと、うん、テンション下がったまま、そのまま帰りたくないから。あ、なるほどね、うん、印象覆してほしい。あ、なるほどね、うん、ここでね、またね。そうまあ、でも最初は良かったからね。そうね、これからもう一生一発ギャグやらん。一生やらんから。そう、そのままで逆に磨いてほしいから。あ、なるほどね。楽しかった。めちゃめちゃ楽しかった。よかった。その中でもやっぱり俺が一番かっこいいみたいなところはあるよね。うん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 。じゃあさっそく行こうか。行こう行こう。この名刺持って帰りな。あ、ありがとうございます。持って帰りな。大事やからそれ。大事。すごい、持ってくれるんですね。当たり前や、紳士やで。行こうか。なんか圧倒されましたね。なんかあご食いとか壁ドンとかされるイメージだったんですけど、意外とみんなフランクに喋ってくださって、すごいなんか楽しかったです。最後の最後ちょっとなんかちょっとよくわかんないギャグみたいなのあったんですけど、もう一回チャンスでまあもう一回行ってみたいなって感じはありましたね。印象は逆に残っちゃいました。なんか あれもう技なのかな。お兄ちゃん大変なんだなって。私よりももっとすごい優しい子とかもいたり、もっとすごい子もいるかもしれないじゃないですか。それをこうお兄ちゃんのオリジナルでなんか対応してるって想像したら、なんか笑けてきますね。ホストさんって奥深いなって思いましたね。はい、わかりました。